スクーンはスコットランドパースキンロスの村。中世のスクーンはスクーン修道院の周囲で成長した。スクーン修道院は19世紀初頭には荒れ果てた状態であり、住民が立ちのかされた後に同じ場所にマンスフィールド伯爵が新たにスクーンパレスを建設した。従って現代のスクーン村と中世のオールドスクーン村は区別される。 シンスクーンとオールドスクーンは、スコットランドの歴史的な県であるガウリーに属する。オールドスクーンは、アルバ王国の首都であった。中世においては、スクーンは、スコットランド王国の重要な地であり、宮廷が置かれ、代々の王たちが、大冠式を行った。宮殿の周囲に、パースの町とスクーン修道院があった。ムートのオカゲール語の死においては、 スクーンと王たちの関係及び大選びの関係が様々な私的な悪口を与える材料となった。例えば、高貴なシールドのスクーン、騒がしいシールドのスクーンである。スコットランドそのものがしばしばスクーン王国と呼ばれた。比較されるのはアイルランドがしばしばタラ王国と呼ばれていたことだろう。タラはアイルランド王たちの体官の地であった。スクーンは スコットランド王国初期に首都だったことがあり、近い存在であった。1163年か1164年には、マルカム4世がスクーン修道院を我々の王国の第一の地と言い表した。しかしこの時点においては、スコット人の王による支配は、スコットランド王国全体に及んでいなかった。当時スコットランドと呼ばれたのは、フォースガーの北だったのである。王たちは、ロージアン。 ストラスクライド、ハンティンドンも支配し、あまりにもこの地方で時間を費やした。さらに王は国内を巡回し、反高級的な官僚機構を持っていた。王が一箇所に留まらなかったことを考えれば、今日用いられる首都という言葉はこの時代にほとんど意味をなさなかったことになる。しかし中世の感覚においては、スクーンは多くの意味でスコットランドの首都であった。十二世紀、 様々な外国勢力がスコットランド王たちにスクーンをさらに意義深い王室の中心にするよう促した。アレグザンダー一世の時代にスクーンの村ができたと考えられる。1124年、アレグザンダー一世はイングランドのすべての商人たちにあててカイロでスクーンに商品を運んだ者は保護を授けると約束している。しかしスクーンは航行可能な川に面していなかった。 スクーンに最も近く条件に適した場所にあったパウスが新たにバラとなった。パウスはデエビッド一世の時代には確かに存在していた。パウスはオールドスクーンから1マイルの距離にあった。それはシティオブ・ロンドンがウェストミンスター寺院から1.36マイルの距離にあるのと似ていた。1114年から1122年の間にアレグザンダー一世もスクーンに セアウグスチの修道会の小修道院を混流している。マルカム4世時代、スクーン小修道院の地位は上がり、修道院となった。修道院は王室の重要な要素として機能し、代々のスコットランド王の大官の地となり、イングランド王エドワード一世が持ち去るまでは、スクーンの石が置かれた。スコットランドの他の修道院と同様に、スクーンは宮廷、または、 宮殿の二重の意味を持っていた。年代記により、スコットランドのノルマン系の王たちは、修道院の中よりも、むしろムートの丘で体感してきたことが明らかである。ものの、スクーン修道院の果たした役割は、歴代イングランド王に対しウェストミンスター寺院が、果たしてきた役割と似ている。トーマス・オーエン・クランシーが指摘するように、歴史ある丘で体感の先生を行うことは、 ゲールの歴史において重要であり、ヨーロッパ大陸から入ってきた流行が、その優位性を覆すことは明らかにできなかった。しかし、エドワード一世の考えではスクーンは、ウェストミンスターと並ぶ存在であり、彼は1297年に、修道院の体幹式用備品、王冠、尺、体幹の石を、イングランド王室の聖人、エドワード残ゲ王の公式埋葬地である。 ウェストミンスターへ移した。タラのように、スクーンは土着の王たちの儀式や伝統のいくつかと関連づけられてきた。世界各地の原始的な王政と結びついた古い法上の儀式であったと D.A. ビンチーは述べている。スクーンがピクト人支配時代にこの種のものと関係していなかったことは確かであり、後にやってきたスコット人の王たちが努力して結びつけてきたのである。 遅くとも13世紀にはスクーンの石と呼ばれる体幹式の石の存在があった。石はもともとサイモン・ブレックによってタラにもたらされたものであり、後世になって彼の子孫ファーガス・マック・ファーシェアがアルバ王国を征服後にスコットランドに持ち込んだ。このような体幹の石の優位性は古くからの体幹の地と関係があり、タラのみならず中世アイルランド各地にある。 大観ゆかりの地と関連があった。このようなハンキリスト競技式は12世紀のスコットランドの隣国にあたるイングランド、フランスといった新興国世界においては悪名高いものとなっていた。12世紀のスコットランド王たちが次第にゲール人でなくむしろフランス人化していったことはスクーンの役割に対し脅威であった。イングランドの修道士で 年代記作者であるコベントリーのウォルターは、ウィリアム一世時代に、現在のスコットランド王たちは、自らを、人種、習慣、言語、文化において、フランス人になぞらえている。彼らは、王室の管理と従者を、フランス人のみで賄っており、使用人から、スコットランド人を減らしている。と述べている。誇張はあるものの、これは真実である。1124年に、 体観のためスクーンを訪れたデイビッド一世が最初に儀式参加を拒否したのは明らかに上記の理由からである。デイビッド一世の友であり、一時は停心であったリーボーのエルレットによればデイビッド一世はスコットランドの部族たちが王が即位した際の神獣を表す行為を彼らの不祖のやり方で行うことを司教たちに真珠の誓いを受け取るよう強要され苦労するほど 意味嫌っていた。必然的に儀式や信仰の中心地であるスクーンの重要性に影響を与えたが、戴冠式はそれでも13世紀中にいくつかの改新だけが加えられて保存された。スコットランドの歴代王たちは王国の終わりまでこの地で戴冠を行った。さらに中世後期までは王たちはスクーンに滞在し、議会が開かれ、 スコットランド市における重要な議会のいくつかはここで開かれた。18世紀に描かれたスクーンスクーンは体幹の地としての役割を保ちながらも影響力を持つ首都としての役割は中世後期には薄れた。それでも修道院は富で潤った。修道院は12世紀に火災に遭い、第一次スコットランド独立戦争には大規模な戦闘の標的となった。 スコットランド独立戦争時代の修道院がそうで、あったように、スクーン修道院も被災し、公園を失った。せー、ファーガスの頭骨を生遺物として保管する、スクーン修道院は、巡礼地となった。そして古い祝祭と、音楽的卓越性の名誉を保っていた。16世紀のスコットランド宗教改革により、スコットランド全土の修道院が重要性を失った。 1559年に、スクーン修道院も新居いたずらに攻撃され、火を放たれた。一部の修道士が残っていたが、16世紀終わりには、修道生活は消滅し、教区教会としてのみ機能し続けた。1581年、スクーンは新設されたガウリー伯爵寮に含まれた。1600年のガウリー伯の陰謀で、伯寮はラスバンテから没収され、 1606年に新設されたスクーン教、デイビッド・マレーに与えられた。1621年にマレーはストーモント施策を受釈されている。代々の施策が再建を行って住み続けたので、明らかなように修道院研究殿はまともな状態であった。1651年にスクーンで退官したチャールズ2世も滞在している。1803年。 スクーン修道院の持ち主であったマンスフィールド伯爵は7万ポンドでイギリスの有名建築家ウィリアム・アトキンソンに新たな邸宅の建設を依頼した。スクーンパレス新たな邸宅を建設するに新たな村は設計された村として1805年に生まれ最初ニュースクーンと呼ばれた。ニュースクーンはオールドスクーンの約 2km 東にありパースから1マイル離れている。 1997年までニュースクーンと呼ばれていたが、現在は正式にスクーンとなっている。オールドスクーンがかつてあった場所は、今の観光地、スクーンパレスの地となっている。観光客は、パレス敷地内にある庭園、ムートの丘、そして邸宅を訪れることができる。スクーンは、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、マクベス第2幕第四章において、先代の王で、 いとこのガンカン一世を殺害したマクベスが王として、即位する地として登場する。また、劇の最後のセリフ、皆に、そして一人数とに私は感謝する。そして、スクーンでの戴冠式に皆を招待するにも登場する。ありがとうございます。